続きましての講演ですけれども、慶応大学医学部の石田彩先生、今日の発表のテーマは、脳の発達を支える、分子から精神神経疾患への理解へということでお願いいたします。それでは石田先生、お願いします。こんにちは。聞こえてますか？はい、大丈夫です。お願いします。石田彩と申します。よろしくお願いいたします。私は脳の発達を理解したいと思って研究を行っています。生まれたばかりの赤ちゃん、最初は寝てばっかりいて、あまりできることは多くないですけれども、どんどんできることが増えていきます。この過程で脳は非常に大きく変化しているわけですけれども、その時この変化を支えているのがたくさんの遺伝子です。で、発達に関係する遺伝子、おそらく数千以上あるというふうに言われています。そしてこの20年間でですね、自閉症という発達障害の一つですが、には数百の遺伝子が関係しているということが分かってきました。で、このように、脳の発達にはたくさんの遺伝子が関係するんですけれども、その中でも、非常に大切な遺伝子がなくなってしまう病気っていうのがあります。これがレット症候群です。レット症候群は今から約50年前にアンドレアス・レットというオーストリアの小児科医が見つけた病気です。ほとんどの場合は女の子に起こります。で、生まれた時はほとんど正常、健康な赤ちゃんと見た目は変わりません。だけれども、6ヶ月から1歳くらいになって、それまでできていたことが急にできなくなってしまう退行という症状が出てきます。それにつえそれでプラスアルファ、自閉症、繰り返し行動、運動障害といったさまざまな神経症状が出てきます。で、原因は何かということなんですけれども、今から約20年くらい前に MECP2 という遺伝子の欠損が原因だということをフーダ・ゾクピラが見つけました。私はゾクビの研究室で5年間仕事をしていました。で、彼女も小児科医なんですが、自分が研修医の時に初めてレット症候群の患者さんを見て、絶対に原因を突き止めたいと考えて研究を始めました。してでもですね、非常に難しかったんですね。で、16年かかって MECP2 遺伝子の欠損が原因だということを見つけました。MECP2 遺伝子の欠損がレット症候群につながるわけですけれども、どうしてそうなってしまうのか、それを明らかにするために4つの重要なクエスチョンがあるっていうふうに考えています。まず1つ目は、脳にはたくさんの神経細胞があります。脳のたくさんの細胞がありますが、どの細胞の異常がレット症候群の症状につながるか。で、2つ目、症状は治るのか。現在、レット症候群に有効な治療法はありません。けれども、もし治療法があったら、この疾患を治すことができるのか。そして3つ目は、MECP2、一体細胞の中で何をしているのか。で、最後に、特徴的な退行っていう症状があると言いましたが、どうして退行するのか。で、こういう4つの大事なクエスチョンに答えるために、私たちはマウスを使って実験をしています。マウス、非常にちっちゃな生き物ですけども、実は人とほとんど同じ遺伝子を持っています。そしてマウスでも MECP2 遺伝子がなくなってしまうと、レット症候群ととてもよく似た症状を出すことが分かっています。で、現在このクエスチョンに対して分かっていることということをお話ししていきます。1つ目のクエスチョンについては、だいぶいろいろなことが分かってきました。私たちは遺伝子工学という技術を用いて実験をしているんですが、この技術を用いると、たくさんある神経細胞の中でも、一部の非常に特徴のある、共通の特徴を持った神経細胞だけで MECP2 をなくしてしまうということができます。そのような状態のマウスを解析してみますと、レット症候群で見られるさまざまな症状のごく一部、特定の症状を再現できるということが分かってきました。で、2つ目のクエスチョンについて、もし治療法があったら患者さんを治すことができるのかということについては、明確に答えが得られていて、これはイエスです。やはり
遺伝子工学を用いますと、マウスで MECP2 がない状態からある状態に変化させるということができます。そうしますと MECP2 がない状態で非常に重篤な症状をマウスは出しているんですけれども、大人になってからある状態に変化させます。そうすると非常に重篤な症状がどんどん消えていって、まあ、正常に近づいていくってことが分かっています。で、3つ目のクエスチョンなんですが、まあ、MECP2 何をしているか、これについてはあまりよく分かっていません。実はで唯一はっきりしているのは、 MECP2 は遺伝子を構成している DNA に結合して、 MECP2 以外の実に2000以上の遺伝子のオンオフを制御しているってことが分かっています。で、最後になぜ対抗するのか、これについてはほとんどまだまだ何も分かっていません。なので MECP2 の欠損が原因と分かってから今も20年経ってますね。けれども実は、まあ、分かってないことがたくさんあるということがあると思います。じゃあこれから何をしていったらいいかということなんですが、 MECP2 の変化によってたくさんの遺伝子が変化して、それで症状が起こるってことは分かった。だけれども、この2つの間には大きなブラックボックスがあります。ここのブラックボックスを埋めていかなければいけない。で、そうするには、私たちの脳を作っているたくさんの遺伝子、その一つ一つの、機能、役割をきっちりと理解する緻密な作業がまだまだ必要です。で、そしてその一つ一つの遺伝子が細胞を回路どのような変化しているかというのを理解していかなきゃいけない。だけどそれだけじゃ不十分で、この3つをまとめて統合的に理解する必要があります。で、それにはおそらく新しいアプローチが必要で、情報科学が鍵になっているんじゃないかというふうに考えています。で、これを理解することはレッド症候群だけじゃなくて、普遍的にさまざまな精神神経疾患の理解につながるというふうに考えています。そして2つ目の点、マウスで分かってきたことを人に応用しなきゃいけないんですけれども、それには今できている遺伝子工学っていうすごい技術があります。これを、まあ、より大きな人の脳に応用していく必要があって、おそらく30年あればできるんじゃないかと思っています。そしたら、まあ、レッド症候群のような一つの遺伝子の変化で起こってくる病気っていうのは、私たちは治せるようになっているんじゃないかなっていうふうに思っています。最後なんですけれども、研究者を志している若い人へのメッセージということで、私は研究をすることっていうのは自然科学の歴史を作ることだって思っています。で、自分ができるコントリビューションっていうのは、まあ、とっても小さいかもしれないけれども、大きな歴史の波に流れを作っていく非常に尊い仕事だと思っていますので、もし研究家してみたいっていう方がいたら、ぜひ勇気を持って取り組んでほしいと思います。そして、まあ、いい研究をするためには、いいクエスチョンを考えることが非常に大事だと思っています。以上です。ありがとうございました。はい、石田先生、ありがとうございました。石田先生、はい、はい。それでは、ディスカスタントの先生、質問等ございますでしょうか。はい。竹内先生お願いします。MECP2 ですか、これが2000以上の遺伝子をコントロールされてるっておっしゃったと思うんですけど、で、自閉症の場合は2000以上の遺伝子がその、まあ、自閉症に関わってるっていうふうな理解でいいんでしょうか。で、その場合、例えばその自閉症の場合も何か一つの遺伝子でその2000以上の遺伝子をコントロールしているようなものっていうのはある可能性はあるんですか。自閉症に関係する遺伝子というのは、この20年に本当にいろいろなことが分かってきていて、で、今はっきりと関係するってことが分かっているのは数百以上の遺伝子があります。数百、はい、はい、で、一人一人の患者さんでそれがおそらく何個か遺伝子の変化があって、それでまあ症状につながっていると思うんですけども、その因果関係についてはまだまだはっきりしてないところです。ただ患者さん の脳です、ね、の中でどんな遺伝子が、まあ、
ゲノム上の遺伝子の変化と実際発現している遺伝子の変化とまたそこに違いがあるんですが、発現している遺伝子については、まあ、非常に多くの遺伝子が動いているということは分かっています。なので、まあ、MECP2 がなくなるとたくさんの遺伝子が変化して症状につながるというこの非常に明快な問題を明らかにするっていうことは、このような複雑な、まあ、状態で起こってくる、自閉症というのは発達障害の理解につながるというふうに考えています。わかりました、はい、ありがとうございました。他の先生が手掛けて、はい、大森先生お願いします。ありがとうございました。そもそもレッド症候群っていうのは女の子がほとんどだっていうことでご説明されましたが、何か仮説、その理由についての仮説的なものっていうのは考えられているんでしょうか。あと日本でレッド症候群の実際なられてる患者さんって何人くらいいらっしゃるんでしょうか。1万人その海外の割合とその違いというか民族差とかは報告されているんでしょうか。お願いします。なんで女の子に起こるかっていうのは、これは答えははっきりしています。MECP2 遺伝子は X 染色体に載っています。で、男の子で MECP2 がなくなってしまうと完全に神経細胞、すべての神経細胞で MECP2 がない状態になってしまう。で、これは致死的で、ほとんどの場合致死的、もしくは重症な脳症として、発症してきます。レッド症候群と違う病態として出てくるんですね。で、女の子の場合はX 染色体が2つあります。で、それぞれの X 染色体が細胞においてランダムにインアクティベート、静かになっているわけですね。なので女の子の脳っていうのは半分の細胞が MECP2 出ていって、で半分の神経細胞では MECP2 がない状態で、この状態がレッド症候群という症状につながっています。で、日本の患者さんどれくらいいるか、その頻度についてはおそらく海外と同じだと思います。というのは、この MECP2 の遺伝子の変化というのは突然変異で起こってくる、バイチャンスで起こってくるものですので、その頻度というのはおそらく国によって差はないんじゃないかなと思います。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、斉藤先生お願いします。説明ありがとうございました。研究者の方ってその一つのテーマに非常に長く深く取り組むので、まあ、尊敬してるんですけども、石田先生の場合はこのレッド症候群っていうものにどういうふうに最初に関わって、なぜこれを深いテーマと取り上げようというふうに思ったのか、さっき可能性もそんなに高くないし貴重な病気だと私は言ったので、どういう経緯だったのか。私は医学部出身で2年間小児科で研修をした経験があります。で、その時にやはり小児神経疾患には原因が分かってない病気がすごくたくさんあるということを感じました。で、まあ、やっぱり臨床医は先生方とても忙しいので、一つ一つの病気の原因を明らかにするのはとても難しいんですね。なのでやっぱりちゃんとこれは脳を理解しなくてはいけないということで基礎研究を始めたという過程がありました。で、大学院ではシナプスの研究をしてたんですけれども、大学院終わってからより、まあ、臨床の病態を理解する研究をしてみたいということで、まあ、留学先をゾグビ先生のところに選んで、まあ、採用していただいたという過程があります。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。視聴者からの質問もたくさん来ているようですけれども、小清水先生、視聴者からの質問いかがでしょうか。はい、いくつか紹介させていただきたいと思います。画面の方を共有いたします。少々お待ちください。はい、見えていますでしょうか。はい、大丈夫です。はい、たくさん質問いただきまして、すべて紹介しきれずで恐縮なんですけども、いくつかピックアップさせていただきました。ですね、まあ、ツイッターからの意見なんですけども、その発達障害がない人でも IQ と遺伝子は関連するのでしょうか。例えばメンサと呼ばれる集団の人たちだけに見られるような遺伝子はありますでしょうか。
どうしましょう、続けて質問言いましょうか。はい、ですね、他、DNA メチル化酵素遺伝子の欠損によって引き起こされる疾患、他にはどのようなものがありますか。3つ目と4つ目は同じ質問かなと、同じ方向性の質問かなと思うんですけども、まあ、実験的にあるいは治療において MECP2 はどのような方法で増やすのでしょうか。はい、あるいは、マウスではレッド症候群の症状を治せるということでした。人間の遺伝子治療では、同じように治療することは可能なのでしょうか。難しいという場合は現在は何が問題なのでしょうか、というふうな問題をいただいています。いかがでしょうか。たくさんの質問ありがとうございます。一つ目のクエスチョンですね、 IQ と遺伝子は関連するんでしょうか、ということです。おそらく関連すると思います。ただですね、人っていうのは非常に個体差が大きくて、まあ、IQ 以外にもいろいろな、まあ、性格とかありますよね。なのですごく複雑です。なのでその複雑な状態っていうのと遺伝子を関係させるっていうのは結構現代の技術をもっても非常に難しい、まあ、非常に患者さんとして見られるような、まあ、著しい症状と遺伝子の変化を結びつけることはできるわけですけれども、まあ、多分一般的な健康な人たちの性格とか IQ を厳密に遺伝子と関連させるっていうのはまだまだこれから難しいところなんじゃ、まだまだ難しい問題だと思っています。で、2つ目の質問について、 DNA のメチル化っていうのは遺伝子のオンオフを制御するために非常になくてはならない機構です。なのでエピジェネティックっていう、 DNA のメチル化っていうのはエピジェネティック注色といいますけれども、これが関連する疾患っていうのはたくさんあります。3つ目、MECP2 はどのような方法で増やすかということなんですけども、先ほど紹介したマウスの、レスキュー実験、マウスを MECP2 がない状態からある状態にするっていう実験は、まあ、ゲノム上に細工をしています。で、MECP2 が何もしていないと出ないように MECP2 遺伝子の上流にストップ遺伝子というのを入れています。で、大人になってこれを抜いてあげるというふうに再興すると、まあ、オンになるという形ですね。でもそれ以外にもいろんな技術があって、まあ、今は本当に遺伝子工学の技術もたくさんあり、優れたものがありますので、まあ、割とちゃんときちんとした実験計画があれば何でもできるというような感じになっていると思います。他にありましたっけ、それ、はい、感じで大丈夫です。はい、ありがとうございます。松田先生、お時間の方いかがでしょうか。もしあれでしたら、はい、まだありますので、もしも引き続きあれば、はい、お願いします。はい、ですね、このようなちょっとスライドの方作れなかったんですけども、レッド症候群、まあ、様々な遺伝性の疾患があるかと思うんですけども、その研究は進んでる方なのでしょうか、ということという質問なんですけども、いかがでしょうか。ですね、結構これはやっぱりマンパワーの問題だと思うんですけれども、たくさんあるけれども、まあ、進んでいる疾患と進んでいない疾患があると思います。で、やっぱり人の力には限界があるので、全部知りたいけどなかなか知ることができていないという現状があると思います。あとやっぱり素直に申しますと MECP2 の論文いっぱいありますけど、全てが正しい論文かっていうと難しいですね。なのでやっぱり研究をうまく効率よくかつ、まあ、有用なものに進めるためには、研究者個人一人一人がこの重要性を認識して、まあ、正しいデータを作っていくということがすごく大事だと思っています。ありがとうございました。はい、それでは一度こちらの方に引き取ります。他、ディスカスタントの先生からですね、追加のご質問いかがでしょうか。よろしいですか。今石田先生から ご発表ありましたけれども、疾患にはですね、やっぱりその、遺伝子関連疾患というのが、あって、
特に今、遺伝子の研究は非常に進んできていますので、患者さんとですね、まあ、患者さんじゃない健常の方との遺伝子の比較によって、どういう遺伝子がその原因となるかっていう原因、その疾患のですね、原因となっているかということを突き止める研究がどん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 進んできています。で、確かにその候補遺伝子というものはどん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 見つかってきてですね、それの遺伝子の働きを見つける上で動物実験がですね、やっぱりこう必須になってきているかというふうに思います。で、ただ一方で難しいのがですね、例えばその MHCP2 のような、例えばそのレッド症候群のような症状っていうものを動物で出すっていうのは、ある意味その難しいところも多分あると思うんですよね。で、そこについて例えばそのレッド症候群のその社会性とかですね、そういうような人間の患者さんで見られるような症状を全て動物で見られないところもあると思うんですけども、そういったところの限界と、例えばそのそんな中でも例えば動物実験でどういうところが分かってくるのかということについて、補足的なご説明をお願いできますでしょうか。そうですね、やはり工事機能を、マウスで再現するのは非常に難しいです。私 も最初はすごく疑問に思っていたんですけれども、でも最近感じているのはマウスでも結構難しいことができるということです。で、うまく実験をデザインしてあげると非常に複雑なこともできるようになります。で、かつマウスっていうのは繰り返し何回でもできますので、一生懸命学習させると結構複雑なことができる。なので、まあ、社会性測れないとかいうふうに、まあ、最初から決めつけないで、どうやったらマウスの個性を使ってうまく社会性っていう一つの個性をマウスで実験的に、解析していくかっていうのをやっぱり考えていけばできると思います。で、より大きな動物を使うっていうこともやっぱり大事だと思うんですけども、やっぱりリソースの面で考えると全ての実験をそれでやるわけにはいけませんので、やはりマウスでできることはマウスですべきだと思っています。やはり我々にとって時間というのは非常に大切だと思うんですね。やはりその解明するまでの、時間をできる限り短い時間にして、それをまあ、人間に還元していくということをやっぱり考えなきゃいけないと思いますけれども、そういった意味で動物実験というのはそのやっぱりそのサイクルが非常に短くいろいろなものを進めることができますし、数も多く検証することができるという意味ではやっぱり必須でありますし、動物実験ではしかできないことというのはたくさんあると思うんですよね。そういったその成果というものをいかにその人間に活用していくかというところじゃないかなというふうに思いますし、まあ、今後その研究がどん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 進んでいくことによって人間の病気の解明なんかにもですね、やっぱりいち早くそのつながっていくんじゃないか。で、特にやっぱりその治療法といったときに、例えば創薬というのも多分あると思いますけれども、そういったところではやはりすぐに人間に使うことはできませんですし、そういった意味での検証という意味でも、少なくとも動物実験できちんとした成果を出すということは、一番その、人間への応用の、一番早い筋道になるかなというふうに思います。例えば他の先生方、追加の質問等ございますでしょうか。小清水先生、視聴者からの質問、もしも一つぐらいであればちょっとご紹介できるかと思うんですけど、いかがでしょうか。そうですね、ツイッターの方から視聴者というか砂川先生からツイッターでご質問をいただいてるんですけども、はい、レッド症候群動物マウスでレスキューする場合、すべての細胞で MECP2 をリカバリーしないといけないのでしょうか、それとも一部の細胞でも十分回復しますでしょうか、という質問をいただいています。そうですね、完璧に戻すためにはやっぱりすべての細胞でも戻す、かつMECP2 っていうのはたくさんありすぎても悪い影響をもたらすってことが分かっているので、ちょうどいい量を戻すことが大事だとは思います。でも現実問題、患者さんを、で問題になっている症状っていうのは結構一部だったりすることが多いと思います。例えば症候群だったら呼吸障害が非常に問題になるわけですけど、そうしたら呼吸をと調節している脳の領域だけをターゲットにして、そこでちょうどいい状態の MECP2 を戻してあげるっていうような感じで、少しずつ良い方向に持っていくっていうことが
まあ、現実的には最初のステップかなというふうに思っています。ありがとうございます。はい、それではですね、時間になりましたので、石田先生どうもありがとうございました。ありがとうございました。